皆さんおはようございます衆議院議員の原口かゼです朝のご挨拶 A 男の5分クッキングです今日はもう素材がなくなってしまって素材がない今日届くんですけど僕はもう佐賀に行きますではこのもらったクロワッサンですねこれねふっかふかであんこクロワッサンですよ。でもね 健康の、あれがいくつもやってますから大丈夫。そして佐賀さんのキャベツにパプリカ。きゅうりが隠れてる。きゅうりが。きゅうり。そして人参。で、じゃん目玉焼き。奈良さんのはちゃんとした目玉焼き。僕のは潰れてしまった目玉焼き。それにヨーグルトですね。で、あずみくんが言うとこの子供牛乳。 コーヒーが飲めないんで、牛乳にちょっとだけコーヒーを入れたやつですね。では、ゴジちゃん、昨日ごめんねわす。忘れがちなんですよね。昨日、あの、ニコ生でもゴジちゃんとゴンタくん。ゴンタくんには兄弟がいてですね、東京にブン太くんっていうのがいるんですけど、色違いのね。あの子はなかなかないんです。この、このゴジちゃんもレアもんですよね。グアム。 USA って書いてあります。この人はアメリカの人ですね。<laughs> では、ごきげんよう。良い一日を。週末ですね。